さあ観客の見守る中、開始の笛が鳴りました。一人で上がります。ここはあまり持たせすぎるとダメでしょ。さあシュート、あっと来たか。頭でよく走ります。左へ出す。ここで受けた。いやーしかし惜しかったです。ここは阻まれました。真ん中から上がっていこうというところ。と当たったか。これはどうだ。これはエリアの外でした。うわー、これに対してレッドカードです。日本残るは10人となってしまいました。しかし止めないと1対1になってましたし、仕方がなかったんでしょうね。さあこの位置から蹴ります。いいクロスだ。ここには誰もいない。前半の15分を回りました。田川1本のシュートを打っています。さて前へ抜けようというところ。足りますよ。わずかポストの右。いやーそれにしても北澤さん、かなり強引に切り込みましたね。そうなんですよね。ああいったプレーが相手にとって脅威になる時もあるんですよね。頭で競り合います。右へ出す。小さく出した。縦にボールが出て右へ出した。競り合った。行くか。攻め上がったんですがここはうまくいきません。日本としてはいい守りを見せたと思いますよ。右にはたいた。縦に出して、ここで動くか。奪ってから仕掛けまで早いですよね。30分を回りました。中央から持って上がります。岡崎チェックされていました。真ん中から上がっていこうというところ。さあ先制点のチャンスになるか。低いボール、しかしこれはよく止めました。いや取りにくいボールだったんですけどね、ここはよく止めました。いやいいカットですね。アウェイが中央から持って上がります。カットします。ただスピードのある選手です。日本、さあ40分が経過しました。今のところ0対0。右足決まった。前半終了の直前、日本まずは先制ゴールを挙げました。ゴールを左隅にさっくり決まった。攻撃の形は良かったんじゃないですか。そうですね。さあ画面にはリプレイが出ています。アウェイがまだシュートを打てていません。でもこの辺で点が入るとここから後半までの試合展開が激しくなるというのがありますからね。そうですね。もう行くしかないという状況になっていますからね。そうなんですよね。前田、これはファウルです。ちょっとよろしいでしょうか。ホイッスルに出ました。2分です。今紹介は。そして今ホイッスルが吹かれて前半が終了しました。さあ北澤さん、1点を失って後半を迎えるわけなんですが、アウェイ側強豪を相手にした前半の戦いぶり、どのように見ますか。そうですね、チーム全体でこう攻めるんだというイメージがないといけないでしょうね。あと相手の隙を見逃さないということでしょうね。なるほど。ではポイントを絞って振り返る。後半がスタートしました。エンドが変わって右に日本、左にアウェイ側。シュート、右足、あとポストのわずかに左にそれたが、いや決めたかったでしょうね。アウェイ側決定的にも見えましたが同点のチャンスを逃しています。おっと競り合います。ステップを細かく刻む。ここでホイッスルがありました。まあ守る側からすれば危ないシチュエーションでしたからね。ポストの右、
さあ北澤さん、今のは狙ったんですかね。そうですね、しかし今のなんかはね、一回迎え渡してからでも良かったかもしれませんね。もっとヘッドで競り合う三原、縦にボールが出て、おっとここでファールです。イエローカードです。完全に抜かれそうでしたからね。チームにとってはかなり正解だったのかもしれませんよ。先ほどのファールです。いややっぱりね、スピードもありましたから、これを寄せてきますと、どうしてもファールになりやすいんですよね。そうですね。頭で競り合います。もう一度、いいチェックですね。いいマークですよ。これは抜けません。回して岡崎、短く出します。一旦後ろへ返します。前へゆっくり送ろうという場面です。石川一人で抜き去る。再び奪い返した。前に出した。刈谷さん、はい、どうぞ。ホーム側ですけど、広く使うよう指示を出していましたね。攻撃が単調になってきたのを気にしているようですね。なるほど。さあベンチの状況を伝えてもらっています。あと少しで後半30分。後ろからのマーク、おっと、これは合いませんでした。一気に来た、クリアしました。いい形で切り込んでいったんですけどね。ああいう局面でも落ち着いていますね。日本としては助かった形になりましたよね。おお、キーパーを防いでいる。さあコーナーキックのチャンスです。あっと、ここでイエローカードです。これこの前のプレーに対してでしょうね。ここを得点につなげられるか。真ん中入れた、流し込んで、これは大きくイエーそれました。いやー、ここは決まりませんでした。決定的でしたね。そうですね。でもしっかり合わせてきましたよね。青井川、左サイドから上がっていく。ボールはタッチラインを割ります。ボールを入れるのは青井川。はい、ドロビーさん、ロスタイム出ました。4分です。なるほど、4分ですか。おっと、そんなに止まってましたか。右サイド、誰に出す、ダイレクトに行った、ヘディング、この距離はどうだ。いいディフェンスを見せます。あっと、ここで試合終了のホイッスル。日本1対0で勝利、踏ん張りました。前半で10人になってしまったのは日本。そうですね。しかし見事でしたね。踏ん張りましたね。そうですね。よくこの逆境を乗り越えたとも言えますけども、底力ですよね。それでは今日の試合を振り返ってみたいんですが、後半7分、武田セットプレー、直接狙ってきました。そうですね。もうあそこはね、入れれば追いつくというもう絶対的なシーンでしたけどもね。そして今日の重要なシーンとなりました前半42分、香川最終的に一人で持ち込んでのゴール、素晴らしいプレーです。